ニーサと酒造株式会社は、沖縄県沖縄市に本社を置く酒造メーカー。高下3年、琉球王朝時代に酒造りが許されていた首里産賀の一つ赤田町にて創業。現存する沖縄の酒造所としては、創業171年の歴史を持つ最古の蔵元。六代目にあたる、現社長、ニーサと周一は研究者でもあり、平成元年に、阿波し工房。 泡ワ101号を開発し、泡ワの生産性を飛躍的に向上させ、業界に大きく貢献した。泡ワ官票環外、県知事賞受賞常連倉元である。代表銘柄、カリシ、琉球以外にも、県内量販チェーンやサントリーなどの OEM 製品にも取り組んでいる。平成元年、当時沖縄国税事務所の官邸官であった現社長、ニー周一が研究の末、 煩雑な泡の管理を必要とする酵母、泡盛1号の中に60億分の1の割合で存在する泡なし酵母を分離することに成功。これにより煩雑な泡の管理がなくなり、仕込みの量が増え、14日間発酵させていたもろみも12日間で蒸留でき、さらにアルコールの生成が早いため、雑菌汚染の割合が低くアルコールの取得量も増えるという成果が出た。 その後、多くの酒造所がこの工房を利用し、泡盛の生産性は飛躍的に工場し、業界に大きく貢献した。今では、ほとんどの泡盛がこの工房を利用して作られている。本社須崎工場、ありがとうございます。